久保さん今回都市伝説のあなた次第っていうところの信じるか信じないかはあなた次第の都市伝説の説にしましょうか説人に物事の筋道を話して自分の意見に従わせる時き進める解く解、うん、かれた考え方話された内容またそれを書いた文章まあでもこれ説ってあれですね久保さんと僕がやってる こと億万長者合宿のなんじゃないですかやりとりじゃないですか。<laughs> いろんな物事を解いていくっていうね <laughs>。いろんな角度で解いていくっていう。うんそう。まあ、生きて、なんだろうな。人生生きてればいろんなことありますから、あの、少なくとも自分はこう生きてきたよっていうことは発信できると思うんですね。うん。よくなんか、自分何もありませんみたいなね。 いや何もないんかいっていうね。何もなかったのありえないですよね。昨日ご飯何食べたの何も食べなかったのと。<laughs> 昨日ご飯食べた、何食べたっていうことあるじゃないですか。今日何食べたってあるじゃないですか。何でもありますよね。今日散歩したとかね。今日会社に行ったとかね。会社でこんなことあったとか。絶対何かありますよね。何かあるんだけども、それをうまく解けないというか、うん、何だろうな。 その話をしてじゃあ何になるのっていう話ですよね。でもその何になるのっていうのは何かをしてみないとその何は分からないという話ですね。だからウグイスパンを食べて動画をアップロードしてみないと分かんないですよね。うぐあウグイスパンの動画でもそっか塾売れるわみたいなね。僕もいろんな動画をアップしてきたからこそ分かることがあります。 もちろんこのやり方があなたに正解かどうかわからないけども少なくても久保さんと僕は他の人がアップしないようないろんな動画をアップロードしていろんなことを解いてきてそして他の人が得られない結果を得てますでもそれは多分他の人がやらないから多分分かんないですよで僕自身も久保さんがね動画でね吉田さんなんか振り込みがあるんですよみたいな、ね、商品売ってないけど振り込みがあるんですよみたいな本当かなと嘘だろうと ちょっとそれさすがにちょっと持ってんじゃないかなとかねなんか昔疑ってた部分があるんですけど自分でこう発信を始めてね何年か経っていくうちに実際僕も振り込まれてあ本当にあるんだなみたいなまあもともと僕ゴーストライターなんで自分でキャラクタービジネスみたいなやってなかったんで、うん、そんなことがあるのかっていうのはね僕は思わなかったですけど実際やってみて だからこそ久保さんの言ってたことがわかるし実際も自分で体験してああこういうことあるんだなっていうで僕も実際その,あのなんだ信じるか信じないかあなた次第っていう都市伝説系の動画も撮ったんですよで都市伝説系の動画それ2万回ぐらい、えー、回ったんですねで結局そのアクセスからねまあどれが入った人いるんですよ実は吉谷さんを知ったのは最近のその怪しい なんか、サングラスをかけて、あの信じるか信じないかはあなた次第みたいなのちょっと聞いて、で、そっからです、みたいなね。<laughs> そう。結構ね、回ったんですよね。信じるか信じないかはあなた次第っていう。これ何の動画だったかなそう。話す時が来ましたかなこれ話す時が来ましたっていうね、やつがあるんですけど、 2万8,000回回ってます。話す時が来ました。28,000回ですねそう <laughs> 話す時が来ました。でこれ2万8,000回当たったんで、まあ、このシリーズを何本か取ったんですけど 28, 2万8,000回9721360163899231あちゃうかこれはちゃうか人間選別これ2600。 357、35 7, 1400 1600, 160、1600、106周。トータルで、まあ、四トータルでまあ3万何千回回してましたね、このシリーズで。うん。うはい。怪しいね、サングラスをかけてねそう、話す時が来ましたっていうタイトルなんですけど <laughs> え。これでよく回ったなと思いますね。 「話す時が来ました」っていうタイトルだけだったんですけどこれねちょうどコロナがこう出てきてちょうどね都市伝説でこのコロナのウイルスはなんか裏があるんじゃないかっていうのが都市伝説界で結構にぎやかだったんですよでそこにかぶせて「話す時が来ました」っていうのをやったんですけどなんかね多分んなんだろうなおすすめにいっぱい出たんでしょうねその都市伝説系を見てる人のおすすめにか多分結構出たんだと思います うんはいってらっしゃい。